こんにちは。今日は DVRT のラテラルバックドラッグというエクササイズをご紹介したいと思います。このエクササイズ、いろんなところでですね、行われているのを見るんですけど、ちょっとそれは間違ってんじゃないのかな、ポイントがずれてるなって思う時が多いエクササイズの一つなんですね。なので、今日はこのラテラルバックドラッグ、このどこがポイントなのか、どういったことに注目して行うとより効果的に行えるかってことを皆さんにシェアさせていただきたいと思います。まずですね、このラテラルバックドラッグ、プランクのポジションから始まります。で、プランクのポジションでしっかりと肩甲体を安定させて、で、ここで肋骨を隠すように閉じて、お腹しっかり力を入れて、股関節完璧に伸展をして、もうこれだけで太蔵さんすぐにちょっと震えてるんですけれども、今、体幹全体、体全体がしっかりと働いています。ここで片方の手を床から浮かせると何が起こるでしょうね。体にはこういう回旋の力が加わってきます。それを止める必要がありますね。そうすると、それを止めるために先ほどよりも違った方向でこういった体に対する斜めのオブリークのチェーンがしっかりと働いてくると思います。このラテラルバックドラッグ、基本はここにあります。で、この動きに対してこの USB アルティメイトサンドバッグというこの負荷が加わってくるというものなんですね。で、この時にこの USB の外側のハンドルができるだけ床に対して水平になるように、まず手の後ろ側にバッグが来るように置いておきます。で、ここでまず最初はバッグ引っ張らなくてもいいくらいなんですけれども、ちょうどまず真ん中に来てみましょうか。もうちょっと真ん中に来ていて、で、今のこのプランクのポジション、足の幅少し広めに開いたところでしっかりと股関節も伸展することができたら、右の手を離してハンドルに置きます。で、このバッグを引っ張るつもりで、でも動かさなくていいですから、床に対してできるだけ平行に力を発揮してください。今アイソメトリックに収縮してるの分かりますよね。で、手を入れ替えていきます。で、今度反対側も同じように、この時に体が斜めにねじれてしまわないかどうか、回旋しないかどうか、これを確実にします。で、もう一度入れ替えてください。これ見ていると簡単そうですが、実際にはすごく難しいですね。骨盤がしっかりと安定しているのかどうなのか、回旋していないかどうなのかを確実にします。で、これができるようになったら1回休んでいいですよ。そしたら今はアイソメトリックに収縮をするだけだったんですけれども、ここから実際にバッグを床に対して平行に引きずる動きがプラスされていきます。この時にバッグを床から持ち上げることがないように、できるだけ床の摩擦を生かすようにして床に対して平行に引っ張っていくようにしてみてください。お願いします。まずは最初のプランクがしっかりとセットできているのを確認して、そこから手のひらを上にしてハンドルを持ったら、できるだけ床から浮かさないように力を発揮するようにします。いいですね。で、肩周りもしっかりとスイッチをオンにしててください。そこからもう一度いきます。しっかりとしっかりとしっかりと体幹を安定させていくようにします。で、ここでよくありがちなのが、ここでこんな風に電筋の力が抜けてしまってお尻が持ち上がったりすることないですか。で、これを防ぐのにすごくよく使えるいいタクタイル球があるんですが、外側に後ろ側に誰かが立ったり、あるいはこんな風に手で押したりとかして、かかとを少し内側に押して、それに対して力を発揮してもらいます。そうすると外旋筋群を含む電筋が働きやすくなるので、股関節伸展しやすくなりますから、この状態でいってみましょうか。はい、このままできるだけ体が回旋しないようにコントロールして、コントロールして、コントロールしていきます。バッグが今持ち上がってしまいましたね。できるだけ持ち上げないように、持ち上げないように床をするようにしながら移動させていきます。はい、よくできました。というわけで太蔵さん、どうでしたか。めちゃくちゃきついです。で、回数はそんなにこなす必要ないです。で、バッグをどんどん飛ばすのが目的ではなくて、とにかく回旋に対して抵抗する、動きを安定させるということ、これを目的にしてこのエクササイズ、ぜひチャレンジをしてみてください。すっごい効果的です。